コメントいきまーす。ゆうらさん、帽子はかぶってるのはまやかさんを崇拝しているからですか、聞かせてくださいということで、まあもちろん尊敬してますけど、ウイレ強いから帽子はね、やっぱこれいいでしょ、これアニエスベーだよ、これ2日連続で登場しちゃってるよ、みんな好きじゃないの帽子。さゆりさん、10分7秒からアセンしようということで、ありがとうございます。キカさん、ちゃまかわいいということでね、まあ、皆さんのね、なんだかんだおいデブとかね、いろいろ言っておいキモいなとか言ってる人のみんなの君たちの本音がね、ついポロリキカさん出ちゃったよっていう感じですかね。カッパともさん、結局シーズン後半にはロナウド最強とか言い出すちゃまということで、確かにね、ロナウドのちょっと今一応探してます、ロナウドの使い方みたいな考えているんだけど、まあ、まだね見つけきれてないので、使ってません。いつかはね使えるように、まあ、ヒントはあるんでやっていきたいと思います。じゃ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 、知ってるこれ、あれ何知ってるよと、デュアルショックでしょって、プレフォーのコントローラーでしょって思うかもしれないけど、それだけではないです。プルルペーン、ワイヤレスコントローラーデュアルショックフィアフィフティファイブハンドレッドミリオンリミテッドエディション、イエーイということで、これ世界でプレステ4が500万台出荷した記念の特別なコントローラーです。 Amazon とかで今でも買えるかも。あ、確かこれね、本当本体も出てて、本体確かね PS4 Pro で5万円ぐらいしたのかな、4万いくらとかだったかな。で、なんか限定数シリアルナンバー入ってて、まあ、これ入ってないんだけど、多分本体は入ってて、発売した瞬間売り切れて、もうその日の夜にはあのもう転売とかで10万以上になってました。それについてるコントローラー、これは普通に買えます、多分。まあ、期間限定とかあるかもしれないけど、開けていきたいと思います。ちょっとねこのテカテカがね邪魔で見えないでしょ。開けていきたいと思います。ここなんとこれですね、ボディが、あ、ボディがちょいなんか飛び出した、見てこれ。ちょっともう一回俺使わないんだよこれ、こういうのプレステ1のデザインのやつも俺買ったからね、使ってないよ。見てこれ、わかるかな、ちょっとねスケルトンなのよ、透けてんの、ここほら、超かっこよくね、超かっこいいコントローラーから超かっこいいメンズがパ、超かっこいいコントローラー超かっこいいメンズがパ、邪魔でございますということで、これはもうね一回だけだよ、これこれだけ、マジでかっこいいわこれ。今は6000いくらみたいな、まあ普通の値段だけど、もしかしたら値段上がるかもな、これどうなんだろう、普通に販売されるのかな。パッということで置いておきましょう。あ、見せようかプレステ1のやつ、ほらこれプレステ1エディションを、箱をちょっと破れちゃってんだけど、海外でね、これ多分日本で販売されてないんじゃないかな、かこれはねプレイステーションの20周年記念のやつですね。お、海外で買ったからね9000円ぐらいしたかな、これだけで。あ、もうプラス送料がボンバーして大体1万5000ぐらいしましたかね、ということで、コメントも言ったしコントローラーも自慢したので、ジャマ YouTube やっていきましょう、と。956、もうすぐレート戦が見えているという、今日この頃いかがお過ごしでしょうか、チャマは元気です。まずはね、まいい人に、ま正直な話ね、2位ぐらい、誰と戦っても2位ぐらい上がります。まず400とか300、400以下、500どうなんだろうな、はねちょっと1かもしれないけど、それ以上だったら2位上がりますからね、期待が。ボンバーパーパー、はよマッチングせえ、じゃあまあ YouTube、 もうだいぶただの銀髪みたいになっちゃってる。アイコンはね、アイコンは緑なんだけど、緑じゃない青なんだけど、ただの銀髪みたいになってます。邪魔でございます、太ってます、太ってんのかな、でも本当に見た目に騙されるなっていう言葉があるからね、
本当に太ってるかどうかは、まあ話を聞いてみないとわからないという感じですかね。そろそろ金髪やめるか。マジでね、びっくりする。もうこれ、先っぽとかさ、もうし、きたー、先っぽの話また今度にしますってことで。うおー、スキルランクエリート、ウィークリーポイント4009、大阪デニードポイント、ランキング今ね3位ぐらいじゃないかな。マジでどうしましょうね。ダゴナム死んでる。バリオスをサイドバックにするか、ラモスこれでいっか、フンメルスをここにあげてね、フンメルスボランチでいきますと。メッシ、ネイマー、ベイル、マネもありか、ちょっとわからないね。ピケだからマネなのかな、ちょっとわからん。まあね、そればっかりはちょっと、これだけのレベルの選手じゃない、プレイヤーになると対戦相手ね、何してくるか分かんないから、そこはちょっと考えながらやっていかなあかんなと思います。試合に行きませんね。先っぽの話しましょうかね。これ髪の毛も多分先っぽはね、ほんと10回ぐらい染めてるというか脱色してボロボロなのよ。根元はまだ大丈夫だけど、だからドライヤーとかするじゃん、風当てるだけだよ。風当てて手口とかなし、もう風でファー当ててるだけで、もうなんか猫の毛みたいなのがブワーってまたちぎれてね、飛んでいってんだよね。すごくない？普通髪の毛抜けるって言ったら毛根もついてんじゃん、あの白いさ脂肪みたいなやつがついててビューって出てるみたいな、そんなんじゃない、もうただプツーンみたいな、こんぐ、しかも全部こんぐらいの長さとか、もうしそろそろね、頭皮のダメージがえらいと思って、私これ買いました。何でしょう、このメンソレータムメディクイック H ゴールドつって、なんか頭皮の湿疹かゆみの治療薬って書いてありますね。うん、効くかどうか分かんない、あ始まった、効くかどうか分かんないけど、ハゲに効くんちゃうかという、まあちょっと一末の望みというかですね、3末4末望んでいきたいという気持ちでございますが、聞くのか分かりません。まあでも別に俺ハゲてもいいかなとも思ってんだけど、俺の髪の毛臭、あでも初見の人びっくりするだろうね、デブのハゲがバーっていってウイレ強いみたいな、お願いしますということで、ウンメルスさあ来い。さあここはね、ダゴナムかバリオスか、ダゴナムもねベンチから心配そうな顔で見てますよ。バリオスいいプレーするなみたいな、そこは俺の定時だっつって、何このオッケー、体を使ってマネ、さあ金メンベから、おお、ちょっとやっぱ体勢悪いね。オッケー、触れた。メッシ、いけるか。ああ、今回は無理。はい、ダメだ。もうゴリゴリ押していくよ、この辺は。打ってもよかったかもね。ふんちゃん。ふんちゃんいいね。やっぱ体がでかいから、ぶつけて相手をいいプレーさせないよ、みたいな。ただ、フンメルス、アンカーがいないからね、グスタボの方がありかなっていう説も今出てます。噂。噂ですよ。あくまでも。さあ、上、空いてるね。オッケー。早えな、オッケーなやつまで、さあさあ中中中中中オッケー、おおおおおおうわー、パスずれた、マジかよ、おおダメだ、うん、オッケー、はい、落ち着いていこう、落ち着いていこう、落ち着いていこう、走らせてワンツーで、ここが開く、来い来い来い、来た、よっしゃ、さすがにあそこね走らせてるとは思ってないんだろうね。うん、走らせてなかったらもうちょっとフラする、走り出し、ネイマールがパス出してからちょっと時間かかるからケアできるんだよね。そこを短くするというおまじないですね。オッケー、ナイス、フンメルスがいい仕事してる、下行くと見せかけて上開けていく、ドーン、ネイマール、あちょマネだ、やっぱピケのところちょっとねやれてんじゃないですか、ピケ戦略がグーグーグーじゃないですか。あちょっとカンテカンテ、ここはね防ぎたい、ここは防ぎたい、そうだよ、そうそう、ナイス、危ない、オッケー、金弁、フンメル、ここフンメルはちょっと怖いね、フンメルちょっと怖いから、オッケーオッケー、あよく、あれピケいないじゃん。あれピケいないよ、ピケボランチか、これデカボランチ対決、うわーやめて、こういうとこフンメルスはちょっとね、ボディコンもないし前出てこないと、縦を切る、横の関係を切ると、そしてここワンツーが走らせる、これはツートップのね守備の基本ですね、走って、オッケー、あーダメか、マノラス、あれピケいた今、
ピケっぽいやついるよね。ちょっと待って、ちょっと待って。なんかそういう戦術を入れてんのかな。カンテ、オッケー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 。前半20分。落ち着いていこう。もう1点取れたら相手も相当焦り出すんじゃないかな。バリオス。バリオス。オッケー。オッケー。よし、フンメス。俺一回この人にね、ボコられてんだよね。一回俺この人にボコられてるからね。あ、やめてやめてやめて。あぶねえ。ラッキー重なってます。ラッキー重なってます。オッケー。ダビドできないか。落ち着いていこう。ここや。俺最近ここに、×長押し、ゲージマックスでグラウンダー出してます。やっぱね、丸だとね、浮き球だからか、トラップでかくなっちゃうでしょ。そうするとね、寄られるんですよ。あー、迷ったわ。下でよかったかもね、今ね。決めとこも。上と見せかけて下、みたいな。下と見せかけてやっぱり下、みたいなの決めとこも。バリオス。いやー、だるい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 、オッケー。ちょっとカーブかかってたのがキーパー寄りに行ってきてくれたね。はい、オッケー。ナインゴランからのパーがボンバーで、うわ、いかんか。オッケー、もうこれしょうがないわ、これしょうがない。よいしょ、ちょっと待って。いや、フンメルス足出してよ。何のためにお前を使ってると思ってんだ、フンメルス。分かってんの。グスタボもありだってなってるよ。あ、オフか。オッケーオッケーオッケー。マジでさ、今作わけわかんないところでファールとかしてない？あのカーソルチェンジがね、ちょっと変だからだと思うんだけど、なんかね、ずっと裏ケアしてたのに、ずっと裏ケアしてたのに、なぜかボール持ってるやつに、足出してさ、PK 与えちゃってるやつとかいいんだよね。あ、危ない危ない危ない。こうゲージをね、出すと見せかけて出さないみたいな。そういう手法でパーパーパーですね。踏めす、踏めす。お前真ん中にいろと。行かせちゃうんだよね、これ。危ない。危ないぞ、マジで。オッケー。からの、そうそう。ただ、俺、この人に負けたとき、2トップだったから、確か。ナイスネーム、あ、惜しい。マドラス、うぜ。3トップが通用するのか、どなんかどうなんかと。フンメルス、フンメルス。キンベンベ。オッケー。いやー、遅かったね。これも中で待っていいよ。そうだ、そうだ。いや、うまいわ。オッケー、ナイス。優しい。達人みたいなボールの取り方したな、今、ニアコンで。よし、メッシ、メッシ、あ、いいね、いいね、いいね、オッケー、オッケー、マッツ、いや、くそ、あ、オッケー、はい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 、うえー、いや、来た、やっぱ、2-0、リベンジチャンスちゃうか、これ、リベンジチャンス、俺が負けたときは、この人ね、ランキング1位だったのかな、結構初期の頃、初日とかじゃないかな、もうその頃からむちゃくちゃうまかったわ、はい、9-5、9-5、9-5-5-5、今のちょっとうまいね。あの周期あんま見ないよね。狙ったのかな。いやー、事故らしていけ。マノラスに、やっぱマノラス重いからね、そこをメッシのチュンチュンチュンで取っていくみたいな。どうなんでしょうか、お願いします。さあね、今からボンバしてパー鑑定。厳しいな、これ、これは厳しいぞ。OK。OK。いや、カンテ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 。はい。いやー、出すぎよ、それは。それはバリオスやりすぎ。ゴナロンだったら、危ない、危ない、危ない。ゴナロンだったらそんなことしないから。あ、いいよ。あ、罰で。あ、いいね。やっぱマノラス、事故ってるね。来た、いけ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 、クーも無理か。そりゃそうだよね。デカムチ野郎どもに。二人に挟まれても、ネイマール諦めなかった。その姿勢を、私たちは学んでいかなければならないのではないでしょうか。下。オッケー。いやー、危ない。これは、これ怖い、これこれ怖い、これ怖い。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。押し出せ、押し出せ。おー、うぜえ。うぜえ、危ない、事故る。さあ来た。ここチャンスだよ。マネ、行け、マネ、マネ、マネ。はい。もう、うわー、くそ。うわー、ネイマールのこの周期は鬼だからね、マジで。はい。行くと見せかけて行かない。こっち、あ、そっちで出す、素直に。ナイスフンメルス。しかしその後がパーパーパー。オッケー、オッケー。よいしょ。落ち着け、落ち着け。よいしょ。重いね、やっぱフンメルス。この時間だからか？よしよしよし。そんな焦る必要ない。2-0 だから。おー、うわ、フンメルス、そんな上がんないで。
よし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 、ここ挟めないか。あ、これまずいよ。くそ。まあまあ、やばいね。何分？寝る。これ変えるやつがいないんだけど、ギャレス・ベイルのセンターバックみたいな。シャドウセンターバックどうなんでしょうか。ナインゴな。相手はムバッペと、あいつ、あの人出してきたね、スパサブの。俺が信用してないやつ、お願いします。ということで60分全然あるね。3、2、下手したら4、2ある。落ち着いていけちゃうな。まあ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 、変な取られ方するよりはね、まだこういうやつの方がええわ。あー、まずいな。判定 OK、 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 OK。 相手にも攻めにくいなと思わせていこう。ここ取れる、ナイス、ナインゴ。いやー、ちょっとスティックが焦ってんだよな。俺真ん中に蹴ったはずが、頭は真ん中だったけど、指は上に蹴ってたね。まね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 。オッケーオッケーオッケー、危ねえ。ナイス、デア蹴って、よし。これ横しかいないんだよな。よし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 。あ、いいね。よしよいしょ。うわー、来た。ふっ、今日ベイル最強。ベイル早い、強さもあるからね、ベイル。やば。オッケー、オッケー、オッケー。ベイルもう、守備しろ、お前。守備。てか、その前のさ、カンテがなんかの、体の向きだけ変えて、逆にパス出すみたいな。お、来た、神だったよね、あれ。出せそうで出せないんだよね、これね、意外と。ナインゴ、活躍してます。ムメルス。おー、立ってね。オッケー、オッケー。あ、戻って、ナイス、ナイス。いや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 、危ない、危ない。とりあえず蹴ってくれ、とりあえず蹴ってくれ。ちょ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 。ああ、弱いな。疲れてんのかな。乳酸が溜まってきてる。オッケー。あっちも乳酸だ。乳酸対決。ベルベル、お前は元気だろ。マノラス。78分だよ。85分まで行こう、これ。85分まで行ったら、もうキープしていいんじゃない？はい。はい。やめて。はい。バラン。やめて。やめて。やめて。これちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。オッケー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 。うわ、それね。まあ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 、80分。ちょっとね、試合の終わらせ方みたいな。このレベルの人だったら3点ぐらいポンポンポンだから、全然余裕じゃない。危な。って言っちゃった。初めて生まれて。クッククって言ったことある？みんな超ビビったんだけど。デヘアちょっと牽制してます。お、ナイス。危ない危ない危ない。蹴って蹴って、おお、あんまりクリアできず。バリオス頑張れ。オッケー、ナイス。カンテ、よし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 。フンメルさん、ちょっと反応遅いね、やっぱね。オッケー。あ、やばいやばいやばい。おー、ナイス。ありがてえ、ありがてえてえて。頼む、デヘア。よし、バツ。オッケー、もういいんじゃない。よし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 。ちょっとあの相手をね、じらすような。あー、じらしてよ、もっと。ナインゴラン、はい、意外とこっちみたいな。はい、はい、よし、オッケー、来た来た。上げちゃおうか。はい、いや微妙いな、微妙いなこれ。おっと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 、おお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 。よし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 。ナイスナイスナイス。オッケー。ちょっと待て、上パー、中パー。いやー、フンメルス、ちょっと反応悪いんだよな。いや、いけ、フンメルス打てない。フンメルスに最後花を持たせてやろうと思ったけど、
や来たということでリベンジ完了でございます。リベンジよくも俺を倒しやがったな、この野郎。初日に覚えてるぞ、ID。だけどな、あれから俺は悔しくて。ねえ、何回も練習してんだ。カンティがレベルアップした。すっごーってことで3上がった。銃落とし、ブーブーブー。ハイスコア、グングングーン。よっしゃー、イエーイイエイイエーイ。バーチャーマでございます。いかがお過ごしでしょうか。チャーマ強ない、なんだかんだ勝たない、チャーマ勝っちゃわないってことで、勝率は今 70% いくかいかないかみたいですね。まあこっから乗ってですね、9割8割を継続して8割近くに持っていく、そんな荒技を。まだね、でも100何試合か200試合やってないかな、なんでいけるかななんて思ってます。ジャマン、みんなが見てくれるから、ジャマのとても力になってる。うん、ちょっとこれ大阪なおみの真似ね。なんか、うん、ちょっと納得できない。こんなこと言ってないわ、うん、大阪なおみもろとも殺す、いくぞ。最初はグー、ジャマくん、じゃんけん、じゃんけん、まったねー、まったねー。